こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。若松宗男ラジオスタイルでお送りいたします。今日で11月終わりでございますね。明日から12月でございます。まあいつも同じことを話しますけれども、このコロナの、ね、急激なまた、増加によって、まあ年末から年始どうなるかね、非常に心配されております。この頃でございます。まあいろいろねコロナの件はありますけれども、まあ基本的にねやっぱりみんな一人一人健康で、いられるというのが一番でございます。好きなことをやるにしても何をやるにしても健康が大事でございます。まあ若いうちはねまあ程よくまあなんていうんですかね、こう、自分勝手なことやってもまあエネルギーがあるからね、ある程度回復はしていくと思うんですけれども、まあ年をね重ねてくるとね本当に体調を保つというのは大変ですよ。まあそうですね、50超えるともういろいろ人によっては出てきますよね。それから40くらいになるとね、もう人によっては老眼が出てきたりね、いろんなやっぱり症状が出てきたりしますのでね。だからまあ若い方もまあね、俺は若い、私は若いって言っててもね、まあ一概に若いから大丈夫だっていうのはなかなか言いにくいですよね。っていうのはその日本人の食生活が変わってきちゃったじゃないですか。だからねやっぱりまあ例えばコンビニ行けばね何でもかんでも売ってるっていう、でもやっぱりねそういうある程度こう日持ちのするように作ってありますのでね、また口触り口当たりがいいように作ってありますのでね、やっぱりそれなりのいろんなこうなんていうんですかね、物が入ってるわけですよね。こう日持ちをねやっぱり長引かせるとか、口触りがね いいようにとかですね、そういうまあある意味での化学物質っていうんですかね。ですからやっぱりまあ今ね時代はどんどんねこう進んでいっていますけれども、やっぱり若い人たちはねやっぱり食生活が好むと好まざるとにかかわらず、やっぱり変わってきちゃってるわけですよね。だからやっぱりそのじゃあ変わってきたからしょうがないんじゃないかってことではなくて、やっぱり片方でねなんかいいことやっていかないとやっぱりこう帳尻が合わないですよね。やっぱりいいことっていうのはね、まあ程よく運動するとか、それからまあある意味でそのね規則正しい生活をするとか、まあねたっぷり睡眠をとるとかね、あんまりこうね好きなものばっかりをガーッと食べないとか、バランスまあねいろいろある中でもその栄養のバランスを考えながら食べるとか、そういうことをね考えないと、まあ若いからって言ってねやっぱりそう安心はできないと思うんですよね。でましてね私なんかまあ知らずのうちにやっぱりこう年は取っていくんだね。まあ本当にね30代40代の頃はなんか俺もあれかな、なんか実際になっていくのかなとかさ、俺はひょっとしたらなっていかないんじゃねえみたいな錯覚をね時々そのしてたりしたんですけど、まあ人はね平等にとにかく時間が過ぎていって平等に年は取っていきます。ですからねやっぱりこう自分のね体調管理っていうのをね非常にこう考えながらやっていかないと良くないなと思います。前話しましたですけども、その血管マッサージ、これをね1日10分とか15分必ず続けてください。これは絶対にね本当に非常にこう呼吸法とともにですね体調の悪いやつを修復いたします。ぜひこのコロナの時代ですので実行していただきたいと思います。ありがとうございます。